モテるためですけどね。完全に完全にやるためですけどね。そう大事っす。結構実は好き。ちょっとね、そういう最中の時に背中がね、この背中は夜じゃ使えないよ。使えないよ。なんだよそれ。沖縄に来てます。沖縄です。沖縄ですよ。ねそれです。ねそれです。はい、今日なんですけど、今日はこの間アップしてコラボさせてもらったヒロくん来てます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと僕のお世話になっているトレーナーさん、はい、橋、おめでとうございます。この間はあ、はい、そうですよ。ベストボディジャパン何大会だっけ。あのパーソナルトレーナー大会っていうのがあったんですけど、うんうん、それで3位優勝できました。全国大会は、はい、あります。出るんですか。11月13日にあるんですけど出ます。目標は、そうですね、ビビってんじゃないよ。目標は、目標はまずは5位入賞を目指して頑張っていきたいと思います。5位から冊子もらえますからね。そうあの綺麗な冊子、それをもらいたいので、わかりました。頑張りたいです、その姿を。じゃあ5位になったら、あの発信特集 YouTube 撮りましょう。そうか、みんな頑張ってる ね。あとヒロくんのインスタグラムがめちゃくちゃ可愛いので、みんなチェックしてね。よろしくお願いします。後でまた宣伝します。はい、はい、今日なんですけど、今回はマッチョあるあるを話していきたいと思います。マッチョあるある、マッチョあるある。なんかやっぱ鍛えてるといろいろ人に言われることあるじゃん。ちょっとそのマッチョあるあるについて話していきたいと思います。よろしくお願いします。めちゃくちゃいっぱいある。はい、一番じゃあ嬉しいことは何。あ、言われて嬉しいこと、うん、言われて嬉しいことですか、うん、純粋に。あ、でもやっぱその体かっこいいなって言われて褒められてくれるとやっぱ嬉しいですよね。あ、すげえなとか、やっぱそれなりたいなとか、その体になりたいよなとか、筋肉いいよねみたいな感じで言われるとやっぱ嬉しいですね。はい、そうですね。ヒロ君なんかありますか。一番嬉しいことはやっぱりハッシーさんと同じかな。なんか憧れられたりとか、好きとかいう感じで、まあ、言葉としてはどうやったらそんな風に腹筋割れるとか、腕どうやったら太くなるって本当に教えを求められた時は、あ、本当に憧れてくれてるみたいな。それはありますね。心からか、はい、思って、はい、じゃあ教えてあげるよとか、ちょっと高々になったりしますね。それはめっちゃわかります。あっちゃんには聞いてください。いろいろね、いろいろね。そっか、そうだよね、やっぱ嬉しいよね、それはね。高橋さんにあるんですか。僕はね、あれ、なんか、まあ、今海外行けないけど、まあ、ゲイクラブとか行って声かけられたりとかすると、もうそこで勝ったなって思う。なんかやっててよかったなって思う。すごいねみたいな。そういうこと言われるとやっぱりね、嬉しいですよね、やっぱり、ね、モテるんですね、その。いやモテない、ね、あれこんなバキバキでしたね。ちょっと今はバキバキでございます。そっか、じゃあ腕相撲しようよとか言われない。言われるっすね。特になんかちょっとお酒の席でちょっとそういうのあるんですけど、うん、別にそのために鍛えてないからって、そう、ね、思っちゃいますよ。分かる。ちょっと腕相撲が一番きつい。なんか多分強そうに見えるでしょうね。そう、腕相撲きつい。嫌じゃない、本気でさやる のそういう場所でさ、なんか力を使って見せるのって、そういう筋肉のために使ってね、なんか鍛えてないじゃんね。本当に確かにそうですね。なんかこいつを抜き線で倒そうみたいな雰囲気になった時は、今日胸鍛えたからこの具動作しんどいんだよって思いながら付き合う、無理やり付き合うっていう。そうだよね、そうだよね、大変ですね。なんか結構何でも強そうとか、あとスポーツ運動神経めっちゃいいんでしょとか、そういうなんかみんなのハードルが上がる感じがしますね。ああ、わかるわかるわかる。ヒル君みたいにね、バク転できたりとかさ、いろいろできるさマッチョとさ、本当に何にもできないマッチョ多いでさ、なんか使える筋肉を持ってるマッチョと使えない筋肉を持ってるマッチョっているじゃん。それはあります。あるよね、あるよね。それはヒル君はさ、使える筋肉さ、ね、僕の方も使えない、ただの偽物筋肉だから。
から。いやいやいや。だから僕はね、なんか運動神経いいでしょって言われても、なんか、うん、良くないって言って。だから、見せ筋って言いますね、僕は。他も言っちゃうんですよ。見せ筋って言って。いや、でも、それが潔いです。あとなんか、ありますか？言われて嫌なこと。まあ、僕、うん、トレーナーの界隈に来たら、そんなにマッチョじゃないんですけど、もともと銀行員で働いてた時、前職の銀行員の時は、とりあえず目立つんですよね。腕がパツパツだし、シャツパツパツだしね、スーツも履きそうだし、ボタン飛びそうだし、わかるわかるわかる、そんな風貌で職場歩いてたら、とりあえず力仕事任されるんで、しんどいんだよみたいな、このダンボール運んであの上にみたいな、そっかそっか、そのために鍛えてないよなって思ったら、なんだろう、そっかそっか、それは大変でした。力仕事はもう広く任せようみたいになっちゃうんですよね。なっちゃいますね。でもサラリーマン界隈では、そっかそっか、それ嫌だなですよね。僕ね、一番嫌なのは、何目指してんのって言われるのが一番嫌だかも。それは言われますね、うん、めちゃくちゃ言われるね、やっぱりめちゃくちゃ言われるなんか、ちょっとインスタグラムとかね、裸の写真とか載せると、え、何目指してんのって言われるんだけど、それが一番不思議で、不思議ですよね。うん、どういうつもりで聞いてくるのかもよく分かんなくて、文句なのか何なのかもう分かってないから、あれってどうなんだろう、文句なのかな、何なんですかね。なんかスポーツやってこう目指してるとかなら、なんかみんなイメージしやすいと思うんですけど、ただただこう体の作るために鍛えてるっていうのがあんまないんじゃないですか。ああ、そうか。え、じゃあ何のために鍛えてますか。僕は単純に鍛えるのが好きです。かわいいかわいいかわいい。え、じゃあヒロ君は。鍛えるのが好きだから一緒ですね。同じだよ。だって本当にそう思って、好きだから鍛えて何が悪いのって、そこになんか疑問持たれても、じゃああなたは何かを目指して、その行動とか目指す意味を持って人生ちゃんと生きようとしてるのって逆に聞きたくなったり、大好きな趣味だから楽しいじゃないですかって思ったり、そういうもんだと思います。そうだよね。僕は完全にモテるためですけどね。完全にやるためですけどね。大事です。動機は何でやる、大事です。鍛えること。だけど僕、体鍛えてるけどマッチョ好きじゃないんですよ。そう、あとマッチョ好きの人も好きじゃないんですよ。なんか腹筋見せてとか、腹筋かっこいいとかって言われるとなんか萎えるんですよ。引いちゃうんですね。引いちゃう。そしたらもう純粋に洋服着てる時になんか、あ、かっこいいみたいな方が好き。なんか体は後からついてくる人の方が好きかもしれない。なるほど、なるほど。でも女の子ってさ、意外と体関係なくない？女の子のタイプって確かに、後からのパターンの方が多いです。そうだよね、女の子って後から多くない？後から多いですよね、うん、なんか体結構いいんだね、実はみたいな感じのはあるんですね、やっぱりね。で、なんかそれでさらにこう、ちょっと 点数っていうか、なんか上がるのかな、わかんないけど、上乗せみたいな、プラスアルファみたいな、プラスアルファ筋肉、そう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 っていうのあるかもしれないですね。じゃあ女の子に言われて一番嬉しい言葉は、鍛えてて一番嬉しい、だから僕は逆になんか、すごいねって、もう本当に興味津々に聞かれて、別になんか向こうから、え、ちょっと触っていいとか言われるのは結構実は好き。そんなこと1ミリも見せないけどね。すいませんね、なんか真面目なさ、何も知らない少年みたいなさ。そうだったんだね。重なられるんですか。そうだったんだね。ちょっと見る目変わるわ。じゃあヒロ君はどうですか。女の子に言われて。なんだろう。背中広いねって言われた時は、最近頑張ってるんだよ。ちょっと嬉しくなりますね。あ、そっか。女の人は背中好きかもね。ああ。保護してるのがいいかもしれないですね。頼りがいがある。うん、そっかそっか。ちょっとね、そういう最中の時に背中がね、最中の時見えないか。見えないか男のアピールできないのか。あ、そっか、できないんだ。衝撃の事実。腹筋と胸しかアピールできないか、男の人はね。じゃあこの背中は夜か。夜使えない。なんだよそれ。そう、夜使えないんですよ。あの、昼間だけですよ。そう、大きな背中は。日常に、なんかやっぱプロテインは飲むのとかよく聞かれます。ああ、そっか、トレーニングしてない人からすると、なんか筋肉つけるためのものなんでしょうみたいな、
感じで、うん、結構惹かれるんですけど、うん、全然誰が飲んでもいいものなんで、あーそっかそっか、プロテインとかに関しては、あでも僕も聞かれるそれ、はい、プロテインって体にいいの悪いのみたいな、あー聞かれる、うん、なんかでも女の人だったらソイプロテインとか ね、 そうですね、大豆のプロテインとかいいと思うけど、いい、ね、うん、なんか爪も髪の毛も皮膚も全部タンパク質から全部消化分解して作られますもんね、絶対にプロテインは飲んだ方がいいですね、だからね、運動しなくても飲んでいいんでしょ、そうですね、全然多分普通にご飯食べようとして何も気にしなかったら、タンパク質って結構不足しがちですよね、あそっかそっか、普通の人でも体重かける 1g は取りましょうとか、そういうのも言われますもんね、 70kg の人だったら 70g タンパク質は取った方がいいですよって言われてるんで、それ食事取るの難しいんで、プロテインはいいですね、やっぱりね、ご飯のことは結構聞かれるかもしれないです、痩せるのにはやっぱり何を食べたらいいのとか、男の人はそれ言われるの、痩せるためには 何を食べればいいのは聞かれるかも、いや走ってくださいって言われるから、食べようとしないでください、家の周りを走ってくださいって思いますね僕は、そう運動から入った方がいいです、食べたらそれなりにカロリーは絶対持ってますもんねそうジムなんか行かなくていいから家の周り走ってるだけで痩せますよね、やったらちゃんとで、それでちゃんと変なもの食べなかったら、うん、最初ストンって1ヶ月とか全然落ちる、それ続けるのは絶対落ちると思うんですよね、あとさ、ジーパンがなくなるなんか受けないみたいなそうですね、既成のジーパンが増量期の時もうない、はい、あの丈と太さの割合が合わない、はい、まあ、腰と足のサイズで全然違うんですよ、そう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 普通のサイズで履こうとしたらそうここにつくそう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 だから冬ご飯食べに行くとこでもジーパンに困る、今ストレッチストレートが悪いけど、あれもなんかねピタッてなっちゃうし、うん、ちょっとジーパン困りますね、困りますね、服装に困る、そう、はい、スーツとかもダメですよ、あんな切れず絶対にオーダーですか、オーダーです、オーダーの時からトレーニング歴1年で諦めます、スーツの青山で買うことは諦めましたそっか、僕スーツ着ないから分からない、スーツもダメだ、そうなんですよ、ボタンがはち切れそうで、うん、あまりにも見苦しいんでオーダー行ってきますってなって、もう通常の相場の4倍ぐらいかかりますね、ちょっとショックでしたよ、それは、スーツも合わないんだね、マッチョ、ね、サラリーマッチョはちょっとねあんまりでもそうだよね、サラリーマッチョは電車とかでさパンパンの人いるもんね、なんかいますね、大丈夫みたいな、はち切れるよみたいな人いるもんねボタンがね、そうだいますよねそっか、もうちょっとねマッチョもなんか服を選びやすい、うん、ああそうだねになったらいいですよね、そうですね、なんかオーダージーンズが安くなればいいね、もうちょっと、ああありますね、僕筋トレ始めてから、うん、自炊よくするようになったんですけど、うん、はい、キャベツ買ったりとか、うん、野菜、うん、であとタンパク質、うん、魚の缶詰とかよく買うんですけど、うん、絶対に持ってるとどうしてもアームカールをしたくなっちゃう、なんだマジで、何がせんか罪悪感だけなんか効かせたくなっちゃうんですよねいい感じの重さだとついついダンベルに見立ててなんならトライセップスもやっちゃいたくなるみたいなあれそれ僕両手にこう持っててここに効かしちゃってたんです僕は、あ両手に持ってた肩なんなら両手持ってたらランジしたくなります、完全マッチョあるあるじゃんなんか沖縄自由すぎてちょっとそういうエスカレートやっちゃってもいい感じ、やっちゃってもみんな自由みたいな沖縄いいなーみたいな沖縄でランジしてるスーパー帰りの僕がいたらそっとそっとSNS にちょっとねアップしてみてください、なんかあとささみとブロッコリーをよく食べてるんでしょみたいな、そうよく聞かれて、どうせそれ食べてるんでしょみたいな感じで結構聞かれるですね、やっぱブロッコリーとささみよく食べるみたいな感じでそれしか食べてないんじゃないかって思われる、言われる言われる、いやもっといっぱい食べてるよねそんなことはない、まあ、何でも食べますよね何でも食べますよ、マッチョになるにはこれを食べないといけないから、うん、筋トレマッチョを目指すのはやめるっていう、もったいない人もいるなっていうのは、そうなん
何でも食べれるし、何でも食べれる、ね、そんなに3時間や半日ねジムにこもらなくてもちゃんと筋肉つくし、ちょっと過度な ね, そうねイメージを持たれてる方はぜひなんか、うん、もっと楽に考えてもらった方がいい、楽に考えてもらった方がいい、全然そんな仙人みたいなことしてないブロッコリーささみバルカップみたいなね、そんな話じゃないんであと僕ね、一杯だけとかいいじゃんとか言われる、あおしゃれだから、あと鶏の皮とか牛の油とかもやっぱりこうちょっと取るじゃん、うん、はい、そのぐらい大丈夫だよっていうあるあるがあって、あのウイスキー一杯だけ大丈夫だよとかビール一杯だけなら大丈夫じゃんって言われるんだけど違うんだよね、違いますね、こうビクじゃん、いろいろとさ、はい、こうだらだら飲んじゃったりとかさ、はい、うん、そうです、ね、その一杯がだいいのは分かってるんだけど僕は嫌なんだよね、それが、そう、なんかちょっとの一つとか、そうもうトレーニングしてたら最後のワンレップ頑張りたくなったりとか、そう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 、結構大事ですよね、大事ですね、もう一杯飲んだらもう十杯と一緒ですよ、そうそうですか、一杯ぐらいいいじゃんがちょっと一番嫌かも、うん、そこでこうちょっと区切りつけれるかどうかすごい大事ですね、確かにね、あと1回ぐらいの、はい、1個ぐらい大丈夫だよケーキ食べてもみたいなこと言われると、なんか今食べたくないんだよそれみたいになるかも、うん、絞ってる時は特にそうですね、そうですね、はい、ってことで今回はマッチョあるあるいろいろ話してみました、楽しかったですね、結構楽しかった、結構ある話すと出てきますよね、それでヒロ君なんですけど、ヒロ君はこの間はね動画に出てくれてアップされてますので、この辺にサムネイル貼っときます、かわいいサムネイルで笑顔がめっちゃかわいいでございます、そこにヒロ君のいろいろな情報が詰まってます、見てね、よろしくお願いします、あとインスタグラム、ヒロくんのめちゃくちゃ可愛い写真があるインスタグラムもぜひ覗いてみてください、よろしくお願いします、あとハッシーのインスタグラムは食事についてとかいろいろ載ってるので勉強になると思います、ぜひぜひぜひ覗いてみてください、お願いします、ありがとうございます、マッチョあるあるでした、イエーイ